爆の火花、カラッカラ無差別襲撃。こいつら、ダイフォボスが倒れたのになぜ出てくるんだ。何ですって。どうした、モモ。ゴセイジャーから報告。無数の火の粉が地上に降り注いで、そこからカラッカラが出現しているそうよ。ダイフォボスは死なず、ただ散りゆくのみ。ダイフォボスの置き土産ってことか。モモ、すぐにバリドリーンの二人を呼び戻してくれ。ラジャ。作戦エディット。キャラクターセレクト。ダメだ、これじゃキリがない。火の粉の発生源を突き止めなければ。それなら分かってるぞ。青、木。発生源はどこだ。火の粉の中心にはダイフォボスの屍があるばい。そうだったのか。よし、全員で現場に急行する。あそこがダイフォボスが倒れた地点よ。ダイフォボス、やつは不死身なのか。不死身のダイフォボスの逆襲が始まる。退治するゴレンジャー。次回、激烈。セーブ中は電源ボタンやリセットボタンに触らないでくれ。セーブ完了。遊ぶストーリーを選んでくれ。 GO! ゴレンジャー。わしが生きている限りカラッカラの尽きることはない。それなら今度こそ俺たち5人でお前を倒す。ああ、この命に変えてもな。覚悟はできてるわ。よし、これを最後の決戦とする。 GO!GO! 作戦エディット。キャラ
セレクト5人ルーレットスタート。チョキ、アイコだ。セリカで攻撃範囲が広がったぞ。今度こそ、ダイフォボスを倒したぞ。これでデビルジャークも全滅ってことね。へい、早いとこゴンに行って、カレーの大盛り食うばい。あ、俺はカツ丼ね。カツ丼。待ってよ、その前にご聖者たちを手伝う約束でしょ。こうしてデビルジャークは滅び、地球に再び平和がよみがえった。が、しかしデビルジャークは無敵の生命体。まだ私が残っている。セーブ中は電源ボタンやリセットボタンに触らないでくれ。セーブ完了。遊ぶストーリーを選んでくれ。 GO! デビルジャーク滅亡を確信したばかりのゴレンジャーの前に突如巨大な影が立ちはだかる。何者だ。お初にお目にかかるゴレンジャー。ダイフォボスとの戦い見物させてもらった。お前はジュピタリアン。ゴーカイジャーにやられたはずでは。我こそがデビルジャークの真の首領なのだ。なんだと。他の連中の能力を全て吸収して最強のデビルジャークに生まれ変わったのだ。仲間を利用するために死んだふりをしてたってこと。お前を倒して今度こそおしまいにしてやる。スーパー戦隊ごときに私を倒すことはできん。みんな行くぞ。黒い挑戦状、戦え5つの正義の星。作戦エディット、キャラクターセレクト、
5人の攻撃力が上がったぞ。スーパー戦隊の伝説は我らから始まった。ふん、形が変わった。ゴレンジャー、地獄はこれから始まる。どういうことだ。これから全てのデビルジャークを復活させる。何だと。世界各地で我が仲間が同時に地球支配を開始する。さすがのスーパー戦隊も手も足も出ない。黙れ。そんな陰謀はスーパー戦隊が必ず阻止する。無駄だ。スーパー戦隊が何をしようと我々の行動は決して阻止することはできん。では復活の儀式に出発させていただく。待て。逃げ足の速いやつばい。敵は総攻撃を開始しようとしている。全スーパー戦隊にこの事実を伝えなければ。復活したデビルジャーク、我々地球に明るい未来は来るのだろうか。セーブ中は
電源ボタンやリセットボタンに触らないでくれ。セーブ完了。遊ぶストーリーを選んでくれ。ゴー。何としてもデビルジャークの陰謀を阻止し、地球を守らなければならない。で、それぞれ分かれて応戦するということですね。そうだ、パワーアップしているとはいえ、一度は戦ったことのある相手。君たちならきっと勝てるはずだ。分かったぜ、任せてくれ。敵はすでに復活している。各自すぐに現地に向かってもらいたい。了解した。だがダイフォボスはどうする？俺たちが当たる。ゴーカイジャンは？彼らとは連絡が取れ次第協力を要請する。地球の命運は君たちに委ねられた。頼むぞ。ああ、轟音の響き。復活したビーセラスか。マッハで倒して次に行くぜ。作戦エディット。ルーレットエディット。ルーレットのスロットを入れ替えることができるぞ。戦隊魂で攻撃力、防御力が上がり、攻撃範囲が広がったぞ。
蹴りをつけるぜ。おう、レッツゴー。ダッシュだぜ。真剣ジャーがマーキュリアと交戦中ですって。俺たちは行方をくらましたジュピタリアンを探索だ。ああ、みんなに負けてられねっての。じゃあ次に行くっす。ゴーンジャーはビーセラスを倒した。さあ次は真剣ジャーの出番だ。セーブ中は電源ボタンやリセットボタンに触らないでくれ。セーブ完了。遊ぶストーリーを選んでくれ。